皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。10月15日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点でダムの水位は163メートル56、12日と比べるとちょうど1メートルの上げ。ここ数日低下傾向にありましたが、今日は上昇しています。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。今朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒9210立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒1万400立方メートルでした。差分については毎秒1190立方メートル。今月12日と比べ、上流の寸丹観測所はプラスの520で、三峡ダムも1500増えています。しばらく水が少ない状況が続いていましたが、ここのところ少しばかり増水傾向となっています。一方、今朝8時の放流量は毎秒7210立方メートル。計算上は 23% 程度の発電状況、7基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます。3日前の同じ時間とほぼ変わらない量です。中国湖南省水門局発表の三峡ダムに関する情報を確認します。黒で示す放流量は今月の3日から横一直線となっており、半月ほど調整していない状況にあります。現在発電放流に全振りの時期にもかかわらず、この発電量ですから相当しょぼいことがわかります。理由は緑のラインの流入量が低水準であるためで、運用側としてはお手上げ状態なのかもしれません。直近では少しだけ増水しているため、水位の方はじわじわと上昇しています。西安チャンネル。さて、今年の7月までは洪水が連発し大荒れだったわけですが、8月以降は雨が少なくなっています。過去のデータと比べてみてもかなりまずい状態になっている模様。こちらはおなじみマクロマイクロの公表しているデータで、過去8年三峡ダムの水位を示したグラフになります。現在水位は163メートル付近で、過去の同時期はどうであったかを調べてみました。2015年の同時期にはすでに173メートル付近と上限あたりまでの水位となっています。2016年は168メートルと低めですが、それ以降をプロットするとこのようになります。本来今の時期なら175メートル手前あたりになっていないといけない時期。唯一2022年は記録的な少雨、雨が極端に少ない年でイレギュラーとなっているものの、去年の同時期はすでに174メートル、今と10メートル以上も差があります。11月1日に最高水位に上げるのが彼らのルーティーンなのですが、一昨年同様、どうやら今年も通常にやらず、といった感じになっているようです。ウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは午後2時までの様子。ダム周辺と北東方向には恒例の雨乞いロケットらしき影が見て取れます。長江の下流側には長い雨雲が広がり、こちらは自然な感じの雲になります。次に、今後の予想を見てみましょう。今週木曜あたりにダムの周辺とその上流で強めの雨雲が見られるため、少し増水しそうな感じ。今日の三峡ダムの天気は最高気温が28度、最低気温が15度で晴れの予報です。これを見ているとしばらく長江上流の広い範囲で雨雲が広がる機会が多くなるかもしれません。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国軍、台湾周辺で軍事演習、今後も軍事的圧力を継続する姿勢、NHK ニュースウェブが伝えています。記事によると、中国軍は台湾周辺で空母などが参加した大規模な軍事演習を14日に行いました。台湾側は演習を強く非難する一方、中国側は今後も軍事的な圧力を継続する姿勢を示しています。中国軍は14日、台湾をほぼ取り囲むように設定した海域と空域で、空母や爆撃機なども参加して大規模な軍事演習を行い、成功裏に終了したと発表。
台湾国防部は理性のない挑発行為だと強く非難していて、演習に参加した中国の軍用機は、1日としては過去最多の、延べ125機に上ったとしています。以上、中国軍、台湾周辺で軍事演習、今後も軍事的圧力を継続する姿勢、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。毎年この時期になると、台湾を取り囲んでの軍事演習に忙しいようです。恒例行事のように、またかと思わせて、最後はパックリ行っちゃおうというのがあちらの考えなのでしょう。ゆでガエルのようですね。台湾の新政権も強気の姿勢を示しているようですが、ひとたびことが起こると、軍事的な比較では圧倒的に大陸側にあるのが現実。ですから、台湾単独ではなく、同じ価値を持つ国々が支援しないといけないわけです。最近、経済刺激策を打ち出し、株価を無理やり釣り上げて、あたかも回復基調にあるかのように演出しているものの、実体経済はズタボロのまま。何も根本のところは変わっていません。国内が立ち行かなくなると、外に向かうのは歴史が示す通りですから、今後が心配です。日本の気象状況について確認します。こちらは、午後2時までのレーダーの実績。九州と日本海側に雨雲が広がっているようです。ニュースを見ていると、明日は全国的に天気が下り坂になるところが多いんだとか。秋の長雨になるんでしょうか。長江流域、特に三峡ダムの上流で大雨になると、川が溢れ、洪水があちこちで発生するのはなぜでしょう。三峡ダムは、長江の中ほどに建設されたダムで、ここから海側を中下流、内陸側を上流と呼びます。その上流の地形と、長江本流に流れ込む支流との位置関係から、大雨となった場合、水が一箇所に集中し、洪水になることが多いようです。地形と気温の関係について、わかりやすい例があります。こちらは、三峡ダムとその上流の雨や雪の予想を示したもの。ご覧のように、周りは雪のマークなのに、まるで囲ったところが、雪ではなく雨になっています。そしてこれは気温の分布予想。降雨データと同様に、この場所だけ気温が高いことがわかります。ここは四川盆地で、熱がこもりやすく、夏には酷暑になることで有名です。おそらくですが、周りの山々とこの地域では、気象条件が全く異なるということが言えるかもしれません。この周辺で大雨になるというのは、こういった地形などとも関係していそうです。そして、その水がすべて長江本流に集まり、その出口は三峡ダム一箇所だけですから、危険だと言われるのも無理はありません。三峡ダムのまとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど、三峡ダムって何？一体何が危険なの？など、初見の方にもわかりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。いよいよ選挙戦がスタートし、またうるさい日々が始まります。選挙区の候補者をちらっと見たところ、いつもの変わらない面々と、よく知らない新人さん。最近は SNS で発信する人が多くなったので、そのよく知らない新人さんの X を見ていると、これが政権奪還を目指す野党の候補者かと思うほどの稚拙な内容。誰かのポストをリポストしまくり、時には他の党をディスるような内容。他人のことはいいですから、あなたは何をしたいのか、それが知りたい。学歴を見ると相当なものですが、 SNS の発信内容のバカバカしさに寒気がする今日この頃です。今の自民党もあれやこれやでひどい状況な一方、野党はどうかというと、先ほどのポンコツ候補者ぶりが見て取れ、罰ゲームのような状況に憂鬱となります。入れる政党がないというのが悩ましいですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。